ショーだってこと忘れてしまいそう。障害物競争がこんなに大変だなんて、バランスも取りにくいし全然前に進まないじゃない。あ、まだ揺らさないで。ここで落ちたら二人とも失格よ。優勝できなくなるのよ。あれ、でも水に落ちた子の方が目立ってる。私も落ちた方がいいのかな。でも優勝が、素敵な夜景ですね。それに空もすごい広くて、花火いっぱい見られそうですね。楽しみ。少しくらいは私を頼ってみてください。私だってそんな子供じゃないんだから。もうちょっとよ、頑張りましょう。私たちこんなところで負けたくない。ちょっと大丈夫？ふらついてるみたいだけど。待って、そこ水に。花火本当に綺麗。こんなにのんびりできるの、なんだか久しぶりかも。贅沢な時間ですよね。あ、上見てください。すっごく大きな花火、見えましたか？夢を持つ仲間がいるって心強いですね。こんな気持ちは初めてです。お疲れ様です、プロデューサー。爽やかなデザインでとても素敵ですね。ただ、想像していたより水着っぽいですね。肌が見えちゃうっていうか。本当ですか？ありがとうございます。衣装
方に合う髪型を考えるの結構悩んだんです。いろいろ試してみたんですけど、一番似合うのはこのヘアスタイルかなって。まあそうですね、どうしても手はかかっていると思います。でもショートカットの子だって同じくらいお手入れはしているはずですよ。このオイルが良かった、こんなケアもあるって、たまにシアターで情報交換をしていますし。もちろんです、プロデューサーにはしっかりしてもらわないと。あ、そうだ、試しにプロデューサーもケアしてみたらどうですか？髪とかお肌とか。はい、営業のお仕事とかもあると思いますし、見た目って大事だと思いますよ。今おすすめのがあって、お疲れ様です、プロデューサー。しっかり準備できました。そうですね、慣れないことをしたのでちょっとだけ疲れてるかもしれないです。変わった競技が多かったですよね。水上運動会、水上玉入れとか水上綱引きとか、特に障害物競争、あれが一番大変でした。容赦なく落としにかかってくるし、本当ですか？でもあれはカナのおかげというか、やっぱりバラエティ番組って難しいな。本番前まで優勝するつもりでいたんです。そのつもりだったんですけど、番組が始まったら迷ってしまって、勝つことと目立つこと、求められてるのはどっちだろうって。そうですよね、プロデューサー、それって普段の私がバラエティ向きってことですか？私どっちかっていうと真面目すぎるっていうか、面白みのない方だと思うんですけど。どんな仕事でも。自分で仕事の幅を狭めることないですもんね。そのままの私でいいか。なんだか気持ちが軽くなったかも。ありがとうございます、プロデューサー。この後の撮影も私らしく頑張りますね。